ヨハン・エドゥアルト・エルトマン。ヨハン・エドゥアルト・エルトマンは、ドイツの哲学者。ヘーゲル中央派、またはヘーゲル右派に属す。ラトビアのボルーマールに生まれ、ベルリン大学で進学を学ぶ。当時のベルリン大学は、ヘーゲル哲学の画廠であり、彼も例外なくヘーゲルの影響の下で学んだ一人で、ある。卒業後、地元の教会で司祭をしていたが、 その後、生涯を哲学に捧げるため、1834年にベルリン大学へ、1836年にハレ大学の院外教授、1839年に聖教授になる。死ぬまで、ハレで過ごした。哲学の業績では、ヘーゲル哲学の解説で終わっており、かすかに心神同一的な立場を取ったというのがある程度である。ただ、哲学史においては、 哲学思考用などの業績がある。彼は哲学の歴史を人間の思考の連続であり、常に直面していた問題を解決しようとした努力の賜物と見ていた。他にライプニッツの著作集の刊行を勢力に行い、ライプニッツのモナドロジーの思想の普及に貢献した。ありがとうございます。